南都銀行は奈良県を地盤とする地方銀行であり、2024年に創立90周年を迎えます。当行は地域やお客様の成長に貢献し、地域とともに発展する金融機関を目指しています。デジタル技術を活用し、お客様の利便性向上を徹底的に追求するとともに、効率的な業務遂行をいかに実現するかといった行内生産性の向上に取り組んでおります。昨年末、業務用スマートフォンを導入し、行内外へのスムーズなコミュニケーションを実現するとともに、非効率であった電話の取り付け業務を削減しております。チャット、ウェブ会議、名刺管理や GPS の活用など、スマホ機能を幅広く活用することで業務の効率化を促進しております。私たち地方銀行の営業活動というのは、やはり地域に根ざしたお客様本位のスタイルを徹底しているのですが、やはり昨今のコロナ禍におきましては、従来通りの活動に課題を見出していました。例えば、親族の方が同席できないような高齢のお客様のお宅へお伺いして、生命保険あるいは投資信託などの金融商品を販売するときには、必ず当行の担当者に加えまして役責者が同席することになっております。ただ、ウイルス感染症対策の観点から複数名で訪問することが望ましくない場合もございます。また他の例といたしましては、当行もやっぱり人口減少もございまして、店舗の数というのを減らす中で営業エリアというのは拡大していくことになるんですけども、その分移動時間がどうしても長くなってしまい、お客様のご都合に合わせてお伺いすることが難しいこともございます。そういった課題もありまして、この校内外をリアルタイムでつなぐツールというのが必要になっていました。私は情報システムの担当として、インフラ整備や基盤構築といった業務を行っております。校内でウェブ会議を行う環境は以前からありましたが、専用 PC の台数に限りがあり、営業担当者が校外から利用することもできませんでした。業務用スマートフォンの導入を検討中、時間や場所を問わずウェブ会議ができる環境を整えてほしいという現場の声が多く上がったことをきっかけに、手軽に利用できるウェブ会議ツールの導入を検討することになりました。まず WebEx Meetings が安全対策基準の FISC に準拠していることが、セキュリティを強く意識する金融機関として重要な判断基準でした。さらに使い勝手の良さも決め手であり、WebEx Meetings の機能はとてもシンプルで、IT に精通していないユーザーでも直感的に利用できるという点が大きな魅力でした。導入に際して特段支障はなく、非常にスムーズでした。業務用スマートフォンの導入時にもサポートいただいた NTT コミュニケーションズさんに WebEx Meetings の導入を依頼し、他社事例の紹介のほか、不明点などの問い合わせにも迅速に対応いただき、大変頼りになりました。購入ライセンス数については、利用シーンや用途を具体的にシミュレーションした結果、100ライセンスとしました。ユーザーの利用案内についても直感的に理解できる操作性のおかげで、詳細なマニュアルを用意する必要もなく、利用の浸透に時間はかかりませんでした。 WebEx Meetings はスマートフォンでも使いやすいので、積極的にスマホを活用されている南都銀行様には最適でした。業務用スマートフォンに関する従業員アンケートにおいて最も導入効果が高いと評価されたアプリが WebEx Meetings でした。ウェブ会議を気軽に開催できるとの声が多く、潤沢にライセンスを用意した結果、他社の利用状況を考慮することなく利用でき、効率的な業務遂行に大きく寄与したと評価しています。営業活動におきましては、リモート面談を希望されるお客様には、この WebEx Meetings を活用して相談を受け付けるほか、先ほど申し上げましたように、金融商品販売時の役責者のリモート同席というのは可能となり、お客さんの要望により柔軟に対応することが可能となりました。2年前までは営業現場におりましたので、この WebEx ミーティングを活用して営業をしてまいりました。特に私のお客様は、その大企業さんとか、あるいは上場を目指すベンチャー企業さんとかが多くございまして、こういったお客様につきましては、いち早くテレワークの導入、あるいはウェブ会議の導入ということが一気に広まりましたので、我々もこれを活用しながら営業をしておりました。その効果といたしましては、本来なら電話で担当者同士が話しているということに超えられなかったものが、こういったものを活用することで、お客様の担当者とその上席の方ということも交えて、いろいろミーティングができるようになったというのは大きな効果だったと思います。 WebEx Meetings は離れた場所同士を音や映像でつなぐツールであり、会議のためだけに使うツールではありません。
そういった固定観念にとらわれることなく、さまざまな活用方法を探っていきたいです。スマートフォンは当行が推し進める DX の実現に大きな可能性を秘めていると考えております。先進的な ICT 企業さんである NTT コミュニケーションズさんと連携しながら、今後もスマホを活用した業務の効率化を一層推進していきたいと考えています。お客様への優れた CX の提供や生産性の向上を実現できる環境の構築に取り組んでまいります。